今週は仕事がハードで疲れた。週末はゆっくり休もう。今週は仕事がハードで疲れた。週末はゆっくり休もう。ゆっくり休んで気持ちに余裕ができた。ゆっくり休んで気持ちに余裕ができた。有名人の真似をした。有名人の真似をした。毎日練習しているのでギターがかなり上達した。毎日練習しているのでギターがかなり上達した。この建物は古いので、大きい地震で倒れる恐れがあります。この建物は古いので、大きい地震で倒れる恐れがあります。副作用の恐れがある薬もありますので、注意が必要です。副作用の恐れがある薬もありますので、注意が必要です。メロンは5月から8月までが食べ頃です。メロンは5月から8月までが食べ頃です。食器類はこの棚に置いています。食器類はこの棚に置いています。年を取るとともに忘れやすくなった。年を取るとともに忘れやすくなった。SNS の普及とともに、たくさんの人と知り合えるようになった。SNS の普及とともに、たくさんの人と知り合えるようになった。
アクセサリーや宝石を売る仕事をしています。アクセサリーや宝石を売る仕事をしています。今週末は実家に帰省する予定です。今週末は実家に帰省する予定です。銀行口座の残高はインターネット上で確認できます。銀行口座の残高はインターネット上で確認できます。今日は時間があるので、読みかけの本を読もう。今日は時間があるので、読みかけの本を読もう。弱い相手でも油断すると負けてしまう。弱い相手でも油断すると負けてしまう。京都をぶらぶら散歩しよう。京都をぶらぶら散歩しよう。試着してみたらいまいちだった。試着してみたらいまいちだった。このホテルの料理、値段が高い割に味はいまいちだった。このホテルの料理、値段が高い割に味はいまいちだった。このアニメキャラが好きで好きでたまらない。このアニメキャラが好きで好きでたまらない。今日も暑くてたまらない。今日も暑くてたまらない。
大阪の人は東京の人に対抗心を持っているらしい。大阪の人は東京の人に対抗心を持っているらしい。あの人の名前を忘れてしまって、今さら聞けない。あの人の名前を忘れてしまって、今さら聞けない。息子はパソコンを使いこなしている。息子はパソコンを使いこなしている。蒸し暑い日が続く。蒸し暑い日が続く。旅行先でばったり会社の先輩に会った。旅行先でばったり会社の先輩に会った。田中くんはいつも髪がボサボサで服装もだらしない。田中くんはいつも髪がボサボサで服装もだらしない。田中さんは若々しい。とても60歳には見えない。田中さんは若々しい。とても60歳には見えない。昨日はあまり寝てないので集中力が落ちている。昨日はあまり寝てないので集中力が落ちている。青木さんは独身です。結婚していません。青木さんは独身です。結婚していません。飲んで空になった瓶はここに置いてください。飲んで空になった瓶はここに置いてください。
空き瓶や空き缶はここに置いてください。空き瓶や空き缶はここに置いてください。空き時間はいつも英語を勉強しています。空き時間はいつも英語を勉強しています。高校を卒業して以来、当時の友達に会っていません。高校を卒業して以来、当時の友達に会っていません。初めて野球場に行って以来、ずっと野球ファンです。初めて野球場に行って以来、ずっと野球ファンです。メールにファイルを添付するのを忘れた。メールにファイルを添付するのを忘れた。テンポが速い曲が好きです。テンポが速い曲が好きです。彼のスリーポイントシュート成功率は 45% です。彼のスリーポイントシュート成功率は 45% です。この三角形の面積を求めなさい。この三角形の面積を求めなさい。今日は気温が上がって夏に戻ったかのような暑さだった。今日は気温が上がって夏に戻ったかのような暑さだった。天気の急激な変化に体がついていかない。天気の急激な変化に体がついていかない。
納豆は嫌いだけど、食べられないこともない。納豆は嫌いだけど、食べられないこともない。田中さん、手が空いたら声をかけてください。田中さん、手が空いたら声をかけてください。イベントは来週の火曜日に開催されます。イベントは来週の火曜日に開催されます。くれぐれもお体に気をつけてください。くれぐれもお体に気をつけてください。約束の時間にはくれぐれも遅れないようにしましょう。約束の時間にはくれぐれも遅れないようにしましょう。会議が始まる前に少し雑談していました。会議が始まる前に少し雑談していました。銀行でお札を硬貨に変えた。銀行でお札を硬貨に変えた。アンケートの結果を見ると、無回答の人もいた。アンケートの結果を見ると、無回答の人もいた。学生時代は勉強漬けの日々を過ごしていました。学生時代は勉強漬けの日々を過ごしていました。佐藤くんは真面目すぎるので冗談が通じない。佐藤くんは真面目すぎるので冗談が通じない。
真夜中にトイレに行きたくなって目を覚ました。真夜中にトイレに行きたくなって目を覚ました。